モン族は東南アジアに住む民族の一つ。古くから東南アジアに居住しており、ハリプンチャイ王国を建てたことで有名で、後にミャンマーのペグーに移り住んだので、ペグー人とも言う、ラーマンあるいはタラインと呼ばれることもある。その後一部が中国の雲南から南下してきたタイ族やビルマ族などと根血した、現在800万人程度がモン族を自称している。 朝黒い肌にぎょろりとした目、巻絶音の多い言語、高床式住居、焼き綿工作、水牛釘、精霊信仰、魔術、壺酒、聖地な竹藤細工、狩料、罠、腰旗織、ゴング音楽などが、ラオス国内の文句メール民族に共通している。なお、中国国内に多く住むミャオ族の死刑で、自称を門という民族集団とは全く別であり、混同に注意。 こちらについては、モン族、または、ミャオ族を参照のこと。紀元前1500年頃には、東南アジアに到達していたとされ、現在の東南アジアの少数民族としては、ネグリトのマニ族などに次いで、古い民族と考えられている。伝説では、紀元前300年頃現在のスパンブリー県周辺に、スワンナプーム王国を建国し、紀元前200年頃には、 歌唱家王の使わした伝道者により神座部仏教を信仰し始めた。しかし、文族はそれ以前からカイロによる仏教との接触があったと主張する。4世紀頃、ワット・プラパトム・チェーディが建設された。6世紀頃から11世紀頃まで、東南アジアで繁栄したスワンナプーム王国は、文文字などを開発し先住の文明民族として、東南アジアに君臨した。 古代文語を話していたことが確実視されているが、文族であったかどうかは確定していない。ドバーラバティ王国、661年、または750年頃、文族は、現在のタイ王国、ランプーンに、ハリップンチャイ王国を建てているが、伝説ではこれらが流行し、ランプーンの塔を捨てて南下した。南下した、文族は、タトンに、タトン王国を建てた。その後大半のン族は、 南下を続け、現在の居住地域であるタイとミャンマーの国境地域に至る。文語は、いわゆるオーストロアジア語族ンクメール語派に属し、ン文字は、ブラーフミー文字系の独自の文字である。ン文字は、クメール文字と並んで、マレー半島や島諸部を除く東南アジアの文字の形成に大きな役割を果たし、ビルマ文字、ラーンナー文字などの元になった。ランナー文字は、 シャン族のタイル族に現在も使用されている。ありがとうございます。